はい、よろしくお願いします。今回は中学校2年生の教科書6章テスト対策やっていきます。で、今回この3問やりますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回は色玉ですね、の特集となっております。で、まず1番が赤玉2個と白玉4個、まあ全部で6個ですね、の玉が入っている袋から同時に2個取り出すときに、少なくとも1個が赤玉である確率を求めようという問題で、まあポイントになるのは、まず少なくとも1個っていう部分で、これは2個前のテスト対策の動画、サイコロの時にね、ちょっとやりましたけど、少なくとも1個っていう出された時は、真正面から求めに行くと、厳しい場合はちょっと変化球でやっていこうね、みたいな説明をしたのね。例えば、口説明ちょっと申し訳ないんだけど、少なくとも1個赤玉である。赤玉だよね。だから、全部赤玉じゃない確率を出して、みたいな感じで攻める必要、時もあるんですけど、この場合は普通に気にしなくていいです。少なくとも1個。だから赤玉が1個か2個だよね。出るときを普通に樹形図から確認すればいいでしょうと。だから樹形図を書いていく。普通にね。で、ポイントになるのは、色玉っていうのは、ポイントは1個。その玉に名前を付けるっていう。で、今回だったら全部で6個ですよね、玉が。だから、俺アルファベット使っちゃいますけど、A、B、C、D、E、F と6個名前を付けて、で、赤に白4だから、自分でこっちが赤だと、で、この CDEF が白だとで決めて、で、普通に樹形図書くだけで、あと数えるだけだからね。で、書くとき、まあ、気をつけることは、まず A から始めましょう。 A 固定します。で、まあ、枝出していくんですけど、まず AA はありえないですよね。同時に2個引くからさ。だから A、B、ちょっとちっちゃくてごめんね。A, C, A, D, A, E の A, F と。この5個の枝が出てくる。で、樹形図に関しては、枝が減ってくパターンと枝が同じ数のパターンに分かれる。基本的にはね。じゃあ B の時、枝が同じ5本なのか、それとも1本減った4本になるのか、どっちかっていうと、これは減ってきます。B, C, B, D, B, E,BF です。で、先に書いてからなんで減るかを説明するからね。で、5本4本になったんで、次 C の時。3本ですね。C、D、C、E、C、F。で、D の時は2本。D、E の D、F。そして E、ラストね。1本で F と。だから5本、4本、3本、2本、1本ってだんだん減っていくと。で、これは減る時と減らない時かもちろんあるんですが、何が減ってるかっていうと、A, B、ここ見てね。A, B と B, A がないんですよ、ここ。もし B, A が入るんだったら全部5本なの。ここも C, A と C, B が入れば5本だったの。で、これは今回同時に2個取り出すっていうところがポイントで、例えば、色がちょっと違いますけど、これがじゃあ A だとします。ちょっと色が違うんだよね。A と B だと思って。A と B ね。同時2本取り出す。A, B を取ったとき。で、これですね。A, B です。ひっくり返します。これが BA を取った時です。同時に取ったってことは、これ同じことですよね。取ってるものは。AB も BA も。だから、同じことだから書いちゃダメなんです。いい？じゃあなんで書いていい時があるのって。例えばどんな時か。で、色玉に関してはあんまりないですけど、例えば同じルールで A 君、B 君がいます。で、A 君がまず1個取り出しますと。A 君がね。で、その後 B さんが取り出しましたよって。で、少なくとも1個みたいな話が出てきたときは、まず、さっきやった AB と BA ってありましたよね。さっき同時だったら同じことですけど、こうなったとき、人が分かれてるんで、A 君が A で B さんが B、ちょっとややこしくてごめんな。引いたときと、A 君が B で B さんが A を引いたとき、同じものを引いてますけど、引いてる人が違うんで同じことじゃないんですよ、これは。でも同時にって言ったらこれは同じことになるから、だから書いちゃダメなの。枝が減ってくタイプの樹形図になるので、ここをまず押さえておくといいです。中学生の中の確率はね。
で、話を戻すと、全部数えると、5、4、3、2、1、全部で15本です、枝は。だから、15分の。いいね。15分の。で、出したいのは、少なくとも1個赤。だから、赤が1個でも出てれば OK なのね。で、赤は AB だから、もうここに関してはさ、ここにもう赤が出てるから、もちろん全部 OK。OK ね。これも OK。で、こっちを考えていくと、AB1 個もないんだよね。で、こっちはダメだと。だから、ここの9個が OK なんで、15分の9。忘れずに約分して、これ3かな？で、約分すると、答え5分の3と。これで終了となります。いいかな？こんな感じでやっていきましょう。で、2番は、色は1個増えましたが気にしません。いいね。赤3、白1、青1が入っている袋から同じように同時に2個取り出すと。その時2個の玉の色が異なる確率なので、全部で5個。だから、アルファベット5個使って、A、B、C、D、E と。で、書いていきましょう。A の時、枝は4本ですね。B、C、D、E。で、これも同時に取り出すからさ、A、B も、B、A も同じことだから枝が減っていきます。B の時3本。B、C、B、D、B、E。下行こうか。C の時が2本。C、D と C、E。で、D の時が1本で D、E ですね。で、全部で枝数えると10個。なので、10分の。あとは、色が異なるところ。で、まぁ、今回は ABC を赤にしましょう。ちょっと書けなくてごめん。赤。で、白と青だと思ってください。だから、異なるところだよね。まぁ、同じとこ探した方が早いかもしんないけど、AB、ここ同じなんだね。AC も赤赤ダメ。AD は色が違うんで OK。AE も OK。CD は色違うから OK。CE も OK。で、これ下にじゃダメ。BC は色が赤赤でダメ。BD は OK。BE も OK。DE も色が違うから OK だと。で、数えると、1、2、3、4、5、6、7なんで、上に書いちゃったんだけど、約分が必要なかったパターンね。はい。いっか。わかるからね。なので、答え10分の7と。これで終了となります。で、ラストですね。3番。これは受験とかでもちょこちょこ見るタイプの問題。袋が2個あるんだよね。多分みんなのワークとかも、もしかしたらあるかもしんないけど。まず袋が2個あって、袋 A の方には赤2、白3です。袋 B には赤3、白1。だから全部で9個玉があるんだよね。ちょっと多いんだな、これね。で、その時に、それぞれの袋から1個ずつ、こっちから1個、こっちから1個取り出す時に、異なる色の玉が出る確率を求めなさいと。で、これはですね、樹形図を書いてやってもいいんですけど、玉が多くなればなるほど樹形図めんどくさくなるのは目に見えてるんだよね。だから、樹形図でいきません。時間かかるんで。じゃあ、どうやるかっていうと、結局、袋 A、袋 B、これがそれぞれ違う色だったらいいでしょ。で、今、色が赤と白しかないんで、A から赤、そして B が白。こうなるときか、A で白、B で赤を取り出すとき、この二パターンしかないんだよね。異なる色が出るっていうのは。で、よく考えれば、A で赤を引く確率って、さっきまで同時に2個取ってるからさ、樹形図書かないとめんどくさくなるんだけど、話を A と B で分ければ、A から1個しか取ってないんだよ。2個取ると樹形図だけど。1個だったら赤でしょ。5個のうちから2個の取れるから、これ赤取る確率5分の2だよね。で、白も同じ。白か、B から白を取る確率は4個中1個だから4分の1なの。で、これが、赤と白が同時に起こらなきゃいけないんだよね。で、同時に起こんなきゃいけないのは掛け算するの。これも起きて、これも起きるから。で、これ計算すると、ちょっとあえて約分せずいこうか。20分の2になります。上のパターンはね。で、下の A が白は5個中3個だから5分の3。で、赤。ごめん。B が赤なのは4分の3だね。で、これも、これが同時に起こる必要があるから、こうすると、20分の9になります。で、ちょっとここはね、話がめんどくさくなりやすいですけど、これ、上のパターンでもいいし、下のパターン、どっちでもいいんだよね。だから、どっちでもいいから、それぞれを最後足します。ここはかけるんじゃなくて足すの。なぜなら、
これが起こって、これが同時に起こんなきゃいけないわけじゃないんだよ。このパターンでもいいし、このパターンでもいいよって、じゃあ確率最後足そうぜっていう話なので、最後それ、20分の2と20分の9を足すと、ここね、足すと、20分の11と。でも約分できないんで、これで終了となります。まあ受験図をね、書いてもできるって話をしたんで、それでももちろん構わないんですけど、できれば袋2個あるタイプの問題は圧倒的に早いんで、こっちの方が。これでやってもらえると嬉しいかなと思います。では、今回はね、この3問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後まで授業を聞いてくれてありがとうございました。今表示されている動画や再生リストの方から他の勉強内容だったり、あとはテーマを決めて喋ったものに飛ぶこともできますので、よかったらそちらも見てみてください。またチャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、よかったらよろしくお願いします。ではまたね、次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。